皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月20日、12時22分、昨日アップロードした内容などで、今日ヴィッセル神戸の試合があるかのように錯覚した内容をおっしゃっていましたが、私の方で、訂正しておきます。試合は明日、14時からでしたので、これも訂正しておかなかったら、そこで、間違いが発生したということで、負けてしまうような、可能性も出てきますんで、で、阪神タイガースの関係者の皆さんへということで、メッセージを送らせていただきます。今日は天気予報では雨が降りそうな形になってます。あと、河川ダムの撮影などに行ったその感覚では、確かに今水が必要ではあるなと、そういうふうな状況ですね。もし今日試合やったら、皆さん、この一戦確実に、勝ちに行きましょう。雨だったら、ゆっくりと、体休めてください。以上です。